星町彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。皆さんこんばんは、星町彗星です。皆さんこんばんは、田所あずさです。この番組は交わらない平行線な世界にいる VTuber である私星町彗星と声優田所あずさの2人がラジオを通じて声優と VTuber の垣根を越えて次元を越えていく番組です。はい、ついにセンスク80回目。おお、キリのいい数字だ ね。なんかあとちょっとって感じだね、100回まで。あ、100回、結局どうするんですか100回。いや、さすがにいるよね、スイちゃんね。いる、さすがにね。あと20回分いないのやばい。もうおしまいだよこれ。やだ、田所あずさの平行線スクランブル、誰とスクランブルするんだ。確かに、いやダメですよ、100回は必ず行ってもらって、うん、ね、そう、うん、しっかりした喉でね。そうね、ね、やりたいですけど、うん、何なんだろうね。ね、結構特別な、何だろうな。あ、でもうなずいてるよ。本当に特別なって言ったら、え、めっちゃ面白い。え、なんだ、え、なんかもう仕込んでるんですか。嘘。え、仕込んでるらしい。え、本当に知らなかった。知らない。うわ、なんかみんながニコニコしてるぞ。とりあえずお腹空かせてこようね。そういうことかな。焼肉、高級焼肉、うーうー、牛タン焼肉だ。やったぞ、一応牛タン。ちょっとな、楽しみだから頑張ります、うん、はい。ということで早速始めていきましょう。星森水星、田所あずさ、平行線スクランブル、今夜も平行線からスタートします。星町彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。改めまして、星町彗星です。田所あずさです。はい、ちょっとね、うん、私が休みに入る前に撮れるだけ撮っとこうということで、うん、3本目なんですよね、これ。そうなんです、ね、うん、初？そんなことないか。そんなことない、うんうん、やったことある。やったことあるね、うん、やったことある。なんかやっぱ3本目っぽい雰囲気になるよね、どうしても。もうなんか居酒屋の2軒目みたいな。そう、なんかね、こなれてきたというか、こなれてきたなって。名乗りとかもちょっと適当。そうそう、適当。お邪魔しちゃーす。わしゃってくるね、うん、だいぶね、地続き感出ちゃいましたが、なんか気になるニュースとかを話していこうと思うんですけど、はい、うん、コロちゃんさ、スプラやんないの。え、スプラ、うん、あ、スプラトゥーン、スプラトゥーン、スイッチ持ってないんですよ。スイッチ持ってないの。そう、でもなんか知り合いのっていうか、いつもお世話になってるメイクさんに、うん、いつも言われるの、会うたびにスプラトゥーンやらないのかって。私メイクさんかもしれない。すごいいろんな人に言われて、うん、いやでもスイッチ持ってないんですよって言ったら、うん、じゃあ誕生日にプレゼントするかみたいなこと言ってくれてたから、うん、それがもし本当だとしたら、うん、誕生日になったらもしかしたらデビューしてるかも。おお、いや私もさ、持ってねえのか、じゃあ買うかって思った今一瞬。だから、え、だから 2,3 個ぐらい持つことになるよ。本当？本当。え、待って待って、いやなんかそのメイクさんも冗談なのか本気なのか分かんなくて。うん、スイッチはだって買えるもんね。あの、お金、お金あるから買えるし、あのしかもあの同業者へのプレゼント経費なので。うん、うわー。え、スイッチにもらおうかな。でも待ってくれ、でも待ってくれ、うん、こんなに高いものもらったら私返すの大変だよ。何かな、スイちゃん誕生日何かな。だって 4万ぐらいしますよね。4万ぐらいかな。いやでも、うん、あのテレビにつなげれるかつなげれないかで多分結構変わるはず。そうなんだ、うん、つなげれないスイッチもあって。あー、なるほどね。そう、なんか普通にただ持ち運ぶ用だけの DS みたいなやつか。あ、そう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 。え、センスク4回分だと思えば。あー、確かにね。そう、4回分、その休み分ってこと。休みおだちんってこと。そう、おだちん。1日1万。1日高っ。どうしたらいい、テレビにつけれる方とつけれない方。え、でも正直つけれる方がいい、うん、そうだよね、うん、持ち歩かないと思うから多分、うん、確かに。いや でも、いやちょっと待って。お、
これはどうしたらいい欲しい気持ちと、いやちょっとさすがに高額すぎるわ、高額すぎるという気持ちが、高額すぎるわ、スイちゃんからもらうのもせめぎ合っている、もうちょっと可愛い感じで、可愛い、もういらないしねプレゼントなんてあいらないか、いやそういうなんだ、いいんですよ、じゃあいいか、いいんです、じゃあソフトだけ、あ確かにね、ああ確かにソフトだけだったら6000円くらい、あ確かに、うん、ソフトだけ手元にあることになりそうだね、うん、結局メンさんも忘れてて、スイッチスイッチだけないんだけどみたいな、でも、うん、じゃあ、うん、あれだよ、あのカセットの方じゃなくて、うん、ダウンロード版のコンビニで売ってるやつを、あなるほど、買ってプレゼントすればあれ30日間有効なんで、なんかすごい大人のプレゼントだね6000円だよ委ねてくれるんだ、何を買うかはそう、あの6000円なんで、うん、それを渡して30日間以内にスイッチを用意しろっていう、うわ怖い、でも確かに誕生日に、うん、まあ、もし、うん、まあ、メイクさんが忘れてて、うん、いただけなかったとしても、うん、買おうかな自分で、うん、そうだよ、うん、スイッチだよ、スイッチ買って、うん、やろう、やろうよ、なんかプラトゥーン、視界視野を広げよういろんなことにね、しかもなんかさ、うん、あの任天堂さんも言ってたんですよ、うん、なんか今までって結構5年とかで新しいあの何、うん、機械を出してたんだけど、うん、例えば Wii だったらすぐに Wii U 出すとか、あそうしてたんだけど、うん、スイッチはもう今までよりも、うん、あのめちゃめちゃ寿命の長いあのゲーム機にしたいっていうことで、そう今新しいゲーム機を作る予定はないらしくて、あじゃあ持っといて損はないんだ、そうですよ、まだあと5年は続きますよ、うん、なんかさでもさ有機 EL とかあるじゃん、 UTL 有機 EL、 はいはいはい、とかの種類があるじゃないですか、うん、その買うとしたら結局のところどれがいい、いっぱいあってさ分かんないんだよ、どれがいいんだろう、別になんか有機 EL って画面がちょっと大きくなるくらいですよね、液晶、うん、あじゃあテレビにつなげるなら別に関係ないんですか、うん、あそうなんだ、そうだよ、うわなんかむずいな、やっぱただあのジョイコンの色が何種類かあるぐらい、ジョイコン、うん、コントローラー、あへえ、カションってやるやん、あはいはい、あの縦長のやつあそう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 、うわなんかさ正直さ、うん、あの PS4 プロが今ねうちにあるのが唯一のゲーム機なんだけど、うん、それも私番組の、うん、なんか景品かなんかもらったの、へえ。とかね初めてなの買う、じゃあ自分で本当に買わないんだ、そう買わないの、買ったことないからさ何がなんだか本当に分かんない、でも今やっぱスプラトゥーンの人気でないらしいですよ、うん、買えないんだって、スイッチまたすごい人気で、じゃあメクさんも買えんやん本当にただソフトが手の本当にそうなっちゃうやばいやばい、まあ、いつか買いますから、そうですね、でも30日以内に買わないといけないですからねマジでとりあえずじゃあソフトだけ先に、じゃあソフトだけ先にね、いつかスプラトゥーン教えてもらおう、うんやろうよ、はい、はい、じゃあリスナーさんからのメールを紹介しよう、はい、ラジオネームデバイスさんからいただきました、ありがとうございます、スイちゃんコロちゃんこんばんは、こんばんは、スイちゃん、うん、ミッドナイトグランドオーケストラとして、うん、モスバーガーとコラボ、うん、おめでとうございます、ありがとうございます、最近いろんな方向からの供給が多くて嬉しいです、うんうん、月見フォカッチャをイメージした楽曲のムーンライトスピードは、うん、ハイテンポでめちゃくちゃ乗れて聴くとついついリズムを取ってしまいます、うんうん、アニメウェブ CM のキラキラなスイちゃんもめちゃくちゃ可愛くて最高でした、うんうんうん、これを機にモスバーガーへ赴きたいと思います、はい、お二人はモスバーガーで好きなメニューとかありますか、あります、あります、何ですか、私はねコーヒーシェイクあれは塩めっちゃそっち、うん、え美味しそう、月見フォカッチャ、そうなんかあの三日月型のソーセージが乗ってて、あ本当だ、そうなんです、でかいね、うん、バテイ系、バテイ系、あ、うま、え、ウマ娘とのコラボってことえ美味しそう、もう美味しそう、めちゃくちゃねえ、スイちゃんは、うん、とびきりチーズ、あーいいね、そういいね、もうとんでもなくチーズが乗っかってるやつ、うわーこれちょ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 、とびきりチーズ美味しそう、めちゃめちゃうまいんよね、これのおかげで、うん、ちょっとだけ玉ねぎ食べれる、え好きじゃないんだっけ好きじゃない、
うわけどそれのおかげでちょっとだけ食べれるモスバーガー様様 あれをねあのだいたい、うん、あのお肉の熱でチーズが溶けるのね。なるほど。そうでそのペリって袋剥がした時に、うん、チーズがドローってなってるわけ。うわで食べるんだけど上手に食べれないの、うん、で最後に、うん、袋の下の方にチーズが溜まってんのだいたいそれをセットで買ったポテトですくって食べるのが美味しいんですよね。通じゃん。そうなんですよ。これはでもモスバーガー の, あの偉い人も言ってたんですよ。そうなんかあのドピギリチーズうまく食べれません、うんチーズがどうしてもこぼれちゃいます。どうしたらいいですか。ポテトですくって食べてくださいって言ってらっしゃるんですよね。最高。推奨されてるんだ。推奨されてます。わーめちゃんダブル飛び切りチーズ美味しそう。食べてください。次私がスタジオ来ないですけど、うん、もしかしたらね、うん、モスバーガーここに置かれてるかもしれない。お確かに。そのさミッドナイトグランドオーケストラのコラボじゃん。何かグッズとかがついてくるってこと？うん、抽選で1000名様に、うん、オリジナルモスカードがついてくる。そうなんだ。じゃあ食べたら、うんまあ、応募できるというか。あそうそうレシートで。あなるほどね。応募できるんですけど。へえ。スイちゃん食べてんじゃん。食べてるよ。CM？ うん CM。てかアニメーションってこと？そう可愛いでしょ。えすごい。えスイちゃんアニメーションになってるじゃん。そうなんです。これ犬たくさん。犬たくさんになってる。そうひげ。えなんかこの間のライブっぽいねちょっと。そうなの。まあ世界観は似てるサイバーな感じ。すごい。うわーかわいいでしょ。すごいぬるぬる。これねあの一応あらすじみたいのが、うん、あのウェブサイトに載ってて、うん、あの別に私は怖いよね、うん、別に私はあのそこのあらすじみたいと関わってないんだけど、うん、あのめちゃめちゃスイちゃんっぽいなっていう。そうなんかそうなんだ。関わってないんだ。あのあらすじの文章はね、なんか考えてくださって、なんかあのお腹が空いたなって思ったんだけど、うん、なんかあのモスバーガー食べてんだけど道が通れねえよみたいな、うんうん、で今時あの AI の時代なのに通るのに申請2週間かかるみたいな、でイライラするわみたいなっていう文章。今のなんかすごい爽やかな映像そういう感じだったの。だからあの今何かに追っかけられてたのは、うん、2週間かかるとかもう知らねえよっつって、ね、もう道通ってお前って警察とかに追いかけられてるみたいな。なるほどね。そうイライラと空腹の彗星はそんなことっぽいな。すごい。セリフとかはないの？特に特にないです。歌っただけ。あでも、うん、あの店頭行くとナレーションがあそう聞けるんだ。聞けるなんかラジオ風になってる。どこのモスバーガーさんでも聞けるの？えどうなんだろう。特別な店舗とか？特別な店舗とかなんか ね、まあ、でもほぼ聞けると思うけどね。あとはなんか全国何店舗かぐらいはサイネージになんかスイちゃんが店員みたいな格好して、うん、あそうなんだ。映ってる。浜松町にもモスバーガーあるらしいよ。え映ってるかな。スイちゃんいるかな。もうスイちゃんいるかどうかは、うん、もうスタッフさんに直接言っていただいて、 そうだね、それで、うん、月見と月見ととびきりチーズを買ってきて、うん、そうだね試しに81回ね、うん、あのセンスが81回目の時にはねきっと届いている。 うわみこしと一緒に食べる。いやーなんか緊張するな。一緒にご飯も緊張する。味しない気がする。あモスシェイクコーヒー、そうこれめっちゃ美味しい。あこれねぜひ飲んだことない人、はい、スイちゃんコラボのついでについでに飲んでみてください。はい続いて、続いてラジオネーム超いちご大福さんからいただきました。いますスイちゃんコロちゃんこんばんは。わーこんばんは。初めて聞いたぞ。以前の放送で田所さんが猫様をお迎えするために譲渡会に足を運ばれたとお聞きしまして、新しいパートナーをお迎えにする覚悟ができたのだと自分のことのように嬉しくなりました、うん、保護猫さんをお迎えするためには
後見人を立てる必要があったり年齢の制限があったり、うん、なるべくたくさんの時間を一緒に過ごせる環境にあったりと、うん、様々なハードルがあるのですが、うん、そんな田所さんの一歩を踏み出した勇気に触発されて、うん、私も猫様と一緒に暮らせる物件に引っ越しをしました。あ、本当。ただ私にはまだ一緒に歩んでいく自信がないのですぐにどうこうということではないのですが、うん、これからの田所さんに素敵な出会いがあるように祈っておりますにゃ、あってことです。猫、あれ猫様だ、超いちご大福さん猫様だ。そうね、いや、うん、本当にねいいことなんだけどやっぱりね、うん、とても厳しいんですよ。そうだね、ちゃんとその、うん、見合った人間である必要があるっていうことでね、いやなかなかね難しいんですよね、うん、なかなか選ばれないね。そう、まあでも、うん、別に急いでるわけじゃないから、そうだね、そう叱るべき時にきっと出会えると信じて、うん、気を長くね持ってるけど、なんかさテレビで見たよ保護猫の、うん、なんか実情みたいなの見て、うんうんうん、なんかサンシャイン池崎さんが育てた保護猫が、うん、かわいいよね、そうめちゃめちゃ可愛いで、うん、なんか結構トラウマのある猫がね、うん、多いよね。そうだよね、だからもうほぼキャットタワーから降りてこないとかね、怯えてるよ ねきっとね、寂しい猫ちゃんになってる。 そういう猫ちゃんをあたかくよしよし怪獣したいってことです ね怪獣したいですよね。そうね、いやでもなかなかこう、うん、難しいね、うん、いや私もいざその毎度さ、うん、ものすごいさ覚悟を決めて、まあ、応募するんだけどさ、うん、やっぱりいつももう自問自答を繰り返してるもんね。あ、お前にそんなに本当に、うんうん、命を預かる責任があるのかみたいなのを毎度だから毎度そのまま落ちるっていうか、うん、落ちるたびに、うん、なんかこうホッとしてる部分もあるというか不思議とね、うん、まだその時ではないのかもしれない。そうそうそう、いや本当に、いや絶対勝ったらもう自分の命よりも大事にするけど、うんうん、なんかそのやっぱ命を預かるというのは怖いよね、うんうんうん、まあね、そう特にね、なんか、うんデリケートな猫さんだからね。そうなのそうなの、ね、そう、でもうちの実家で飼ってたにゃんこも、うん、捨てられてしまっていたにゃんこだったからさ、うんうん、やっぱりそういう子がいいんだよね。そういう子がいいっていうか、そう、うんうん、なんか飼うとかもいいけど、うん、そういうなんか困ってる猫さんをね、あ、そうそう、ね、一匹でもね、ね、少しでも、 もう役に立ちたい。そうですね。猫様のためにね。猫様のために生きていく。役に立ちたい。っていう思いがありますが、はい、まだ未だにでございます。素敵な出会いがあるように祈っておりますにゃ。はい。たくさんのお便りありがとうございました。引き続き私たちへのメッセージお待ちしております。星町彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。スクランブルプラン。まだまだ平行線をたどっている私たち、そこでもっとお仲が深まるような企画を行って親睦を深めようというコーナーです。はい、リスナーの皆さんからは私たちの親睦が深まりそうな企画案やゲーム案などを募集しています。はい、前回は絵描き歌をやりまして、やりました、まあ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 、はい、ではリスナーの皆さんからのメールを紹介します。はい、ラジオネームムッシュさんからいただきました。やります。スイちゃん、コラーズさん、こんばんは。2つのグループに分類された言葉から共通点を見つけ出すあるなしクイズはいかがですか。うん、パターンが分かっていれば答えを導き出すのはそんなに難しくないかもしれませんが、お二人で競い合えば盛り上がると思うのでやってみてください。なるほど。はい、ということで今日はあるなしクイズに挑戦したいと思います。はい、まあ、例えば、うん、田所あずさにはあって、大橋彩香にはない、星町彗星にはあって、時の空にない、みたいな感じですね。うん、これ全然わからん。私も全然わかんなかった。うん、ちなみに正解は、うん、名前に電車の名前が入っているでした。まあ、あずさと彗星ですね。
知らないんだよね。あずさは知ってた。でも彗星あるんだって思った、うん、ねえ、マニアックでは、うんうん、例題めっちゃむずい、ね、例題がむずい。では早速やっていきましょう。はい、はい、問題です。西にあるけど、うん、東にない、うん、午後にあるけど、うん、午前にない、うん、獅子にあるけど、うん、虎にない、うん、肉にあるけど、うん、魚にない、うん、サンゴにあるけど、うん、海藻にない、うん、むず。あ、これだけがあるの、うん、これ答え書いてないやつが。ちょっとえ、西にあって東にない、午後にあって午前にない、獅子にあって虎にない、肉にあって魚にない、サンゴになって海藻にない。いや、こういうのって だいたいちょっと英語にしてみるとかね。あ、なるほどね。そう、に西はあれ、西ってウエストウエスト、東はイーストイースト、午後はアフタヌーン、アフタヌーン、午前はあれ、午前で何でしたっけ、ビフォーヌーンなんだ、 AM え、なんか違うかもね。英語関係ないですか。え、これ結構むずいね。いや、これひらがなにするとか、西、東、午後、午前、獅子、虎、肉、サバ、五感が大事、五感、西、午後、獅子、肉、サンゴ、西、午後、獅子、肉、サンゴ、あれじゃない、西、あの数字、おあるには数字があって、え、もうちょっと、午後、獅子、あ、クック、あすごい、なるほどね。あるの言葉はククになる、西、午後、うん、獅子、肉、サンゴ、はー、 2×4、5×5、4×4、2×9、3×5 ってことか。うわ、これ結構むず、結構考えるね、謎解きですね、ま、火星からの脱出だ、火星からの脱出むずい、はい、はい、次いきます。ナスにあってキュウリにない、はあ、音にあって光にない、うん、干すにあって畳むにない、うん、鶴にあってクジャクにない、地図にあってマップにない。これもあるから考えた方がいいんじゃない。あー、確かにね、何があるのかね、うん、ナス、音、干す、鶴、地図、ナース、音、干す、ツール、チーズ。待って、今すっごい適当に、今すっごい適当にやば、当たっちゃった、当たっちゃったよ。あるの言葉の真ん中に伸ばし棒をつけると違う言葉になるなんか当たったわなんか当たったね意外と当たったよ。はい、はい、次です。好きにあって嫌いにない、うん、週にあって毎日にない、うん、水にあってお湯にない、民にあって王にない、歌詞にあってご飯にない。なんか民っていうのがすっごい、なんか民が無理やり感民がすごい、民、好き、週、水、民、歌詞、好き、好き、シュー、いやでもまた同じやつじゃないの、多分シュー、シュー、水、民、歌詞、ね、それ民、え、前に何かがつくんですか、お好き、え、なんかつけるの、お、え、なんだ、何かをつける、あ、わかった、頭文字を連続して言う、ススキ、言葉になる、刺繍、お、ミミズ、ミミズ、畳、カカシ、カカシ、おー、あー、なるほどね、でも結構順調だったね。いいね、うちら二人で行ったら火星から脱出できるね、うん、確かに脱出しよう、今度脱出しましょう。はい、というわけで終了、はい、割と良かったね。ね、ということでこんな感じでリスナーの皆さんからも私たちの親睦が深まりそうな企画はお待ちしております。以上、スクランブルプランのコーナーでした。
星持ち彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。お送りしてきました、星町彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。今回の平行線が交わったかわからぬままエンディングの時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たちへのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合郵便番号105-8000に文化放送超 A&G プラス星町彗星、田所あずさ、平行線スクランブルまで。メールの場合はすべて小文字でスイコラアットマーク joqr.net、 スイコラアットマーク joqr.net。 スイコラの綴りは suikoro です。公式ツイッターもありますのでそちらもチェックしてください。また本日から1週間後に今回のアーカイブが文化放送 V&R チャンネルにアップされますのでぜひチェックしてください。はい、ということで本日の放送いかがでしたでしょうか。はい、100回記念はさ、脱出ゲームとかも行きたいじゃん、ね、ロケしたいとかさ言ってたしさ、なんだっけ、あのこの前スクラップさん行った時にさ、お化け屋敷かける脱出ゲームさ あって、そうやった、やってろよ、死んじゃうよ、死にはしないけどえ、いいね、でもね、でも面白そうだよね、やりたい、ぜひとも、泣きながらやりたいね、だし今回の、まあ、感じでね割といいんじゃないかっていう、ね、私たちの謎解き力は、そうだね、やりましょう、やりましょう、期待を込めて、はい、というわけで来週からはみこちが代打を務めて、スイちゃんはお休みとなりますが、はい、しっかり喉を治してまた元気にね、はい、戻ってきてほしいと思います、はい、いい喉にしてきます。はい、ここでお知らせです。まず田所からです。韓国ドラマチョルインワンフ俺がクイーンが月曜日から金曜日の朝8時15分からテレビ東京の韓流プレミアムにて放送しております。私はチェ・ソウンさん演じるホンヨンの吹き替えを担当しておりますのでぜひチェックお願いします。スイちゃんからです。ミッドナイトグランドオーケストラとモスバーガーさんのコラボ内にて限定デザインのモスカードが当たるマストバイキャンペーンが開催中です。10月23日までの期間限定キャンペーンですので皆さんぜひ特設サイトをチェックしてください。それでは今回はこの辺でお別れとなります。お相手は星町彗星と田所あずさでした。バイバーイ。